どこへ向かうべきものなんでしょうか。そっと視野を飛ぶ鳥は大空を迷うことなく飛べるのに、一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね、散々だね、いつだって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやらないよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消しちまえ。そう思ってどんくらい経つだろう。来週はいつ会えるんだろう。愛すべき人は運命的に決まってるって、それが本当なら視界に入ったものすべて受け入れてしまえばいいんだ。分かっちゃいるんだよ、大通りのど真ん中を歩けるような僕じゃないから。大抵足元気にして生きてる。最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくなんじゃもうやんないよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体前、そう思ってどんくらい経つだろう。一体僕らはどこへ向かうんだろう。散々だね、いつだって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやらないよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消しちまえ。そう思ってどんくらい経つだろう。最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。来週はいつ会えるんだろう。ねえ僕らいつ会えるの。